はい、どうもこみです。さて本日はこちらの GS さんからですねお届けしていきたいというふうに思います。でまあ GS さんといえばタウンホール11、12の動画になってくるんですけども、本日はどちらかというとまあ11寄りなのかなというところで、でテーマはですねディガーラッシュ、これをちょっと見ていきたいというふうに思います。でめちゃくちゃねいいんですよディガーラッシュが。自分も最近よくレジェンドリーグでよくこれ使ってるんですけども、まあ自分の場合ディガホグかななんですけども、どういう話なのかっていうと、すごいシンプルなんですね。今回のプサンのアタックはもうシンプルオブシンプルで、もう完全にこれヒールの呪文5枚持っていってディガーをドバババッとこう面で今出してきましたよね。でこの戦術の肝になってくるのはこれアーチャークイーン、ちょっと注目してください、これぜひね。あと、バーバリアンキングと投下兵舎がここからこう出てきて、ずっとカットをこうね、続けていってくれていますけども、その中央を挟まれるような形でここですね、ディガホグが、ディガーかマイナーこれがいるっていう、まあそんな感じですね。でとにかくですねこの攻めをするときに見てほしいのは、アーチャークイーンとかバーバリアンキングが外周を結構長く行き続けて、まあ、そのずっと歩いていけるかどうかなんですね。今この場で、まあ、ババッキンは上の方やられちゃいましたけども、下からのアーチャークイーンがまだ残ってるじゃないですか。これなんですね。外周付近に、まあ、ウィズ島とか対空砲とか、まあ、迫撃砲とか、まあ、そういう施設が多くって、アーチャークイーンがやっとここで落ちましたけども、ここまで破壊してくれたおかげで、ディガーと、あとは、援軍のホグライダーですね。こいつらが、中央部でずっと施設を壊し続けることができたということで、これができると、だいぶでかいですね。圧倒的なスピードで全開取っていけちゃうので、まあ、当然時間切れのリスクっていうのはないし、でこの村の特徴さえ掴んでしまえば、もう簡単にですねこんなようなパワー編成でだいぶヤンキーな編成なように見えるかもしれないですけどね。でも全然これでもう2分以内ぐらいでもう全開取れちゃうという、めちゃくちゃですねよく刺さる、配置には刺さる、攻め方です。で自分も実はですね、タウンホール13で今そのレジェンドやってるって言いましたけども、昨日でこれ、トロフィー5400ぐらいのところで、いくつだったっけな ?290 ちょいぐらいかな。だからまあ全開が8分の5ぐらいは取れちゃうっていう、まあそういう風に使っていくとかなりですね、使いやすさもわかる、上のタウンホール帯になっても使える。まあそういう発想です。これバタングのね、ちょっと名前忘れちゃいましたけどもね、韓国のバタングっていう有名クラン、世界選手権予選にも出てましたけども、今年の。まあ、そのクランがよく使ってましたね。よくでもないか。使っている人がいたというか、まあ、その人に、僕の村を全開されて、ね、それでもう超記憶に残ってですね、僕も使い始めたと、まあ、いうとこなんですけども。ちょっとね、これダンボール12に移ります。なんでかっていうと、まあ、本来ヒーローの使い方っていうのはどういう風なのが多いのかっていう話なんですけど、いわゆるスーサイドですよね。ヒーローたちをこう壁の中にどんどん入れていくっていうパターンが、まあ、一般的には、ヒーローに、まあ、ヒーラーを使わないクイヒーとかオデヒー以外の戦術を使う場合には、まあ、主流かなという気がします。イエティを使った戦術だったり、あとはネクロマンサーとかを入れる場合、大量のまあネクロマンサーを使う、いわゆるドバッと出すね、サービス終了系と言われる戦術の場合っていうのは、バーバリアンキングとアーチャークイーンって比較的こう壁の中にこう一緒に入っていくようなパターンになるケースがまあ多いのかなと思うんですけど、今回のこのスーセドってやつもそうですね。アーチャークイーンこれで援軍をきっちりここで処理をしてからタウンホールを狙っていくと。で、バーバリアンキングはここですね、テスラ森やったり金庫っていうのを壊して、アーチャークイーンがしっかりとタウンホールにリーチできるように、ルートを作っていってます。これ、ストライカーにちょっと、キングが撃たれたのが少し痛かったですね。まあ、そのせいで若干、止まってますけども、しかし、この着衣の誘導うめえな。めちゃくちゃうまくないですか、この誘導。よくこっちに歩くってローダスさん分かってるな。で、ここで、タウンホールをこうね、クロークを使って壊すっていうようなパターンになってきます。まあ、今回のケース、ちょっとせっかくんで話をすると、ここは、ボマーでカットしながら、こんなような面ですね。で、バルーンをぐるっとこう回していくっていう。で、そのためにちゃんとこう、小出しでバルーンをこうね、当てていって、で、主力のバルーン、こっちかけたバルーンっていうのが、ちゃんと中央部から、9時にこう抜けていくように、流していくっていう、まあ、そんな感じの
プランニングになってるんですけども、麻雀今ここでやっと落ちましたが、だいぶいい仕事してくれたじゃないですか。こんな形で相手の主力の防衛をヒーローで削っていく、これが一般的にはスーサイドの基本的な形になってくるんですが、さっき1本目見てもらったディガホグはもう全然これとは別で、あの外周部をゆるーくこう歩かしていく、で、そこにヒーラーをつけないもんだから、火力が高いとすぐやられちゃうんですよね。なんだけどもやられないようにディガホグと並行して進めさせる、でかつ、外周の防衛力が低い、まあ、そういう配置を狙って、両サイドにヒーローをこうね、それぞれ歩かせて、キングとクイーンそれぞれ歩かせて、中央部をディガホグライダーで攻めていくという、まあ、戦術が成り立つというところかなと思いますので、絶対にですね、どんな村にも使えるっていう、もう、ね、パワー戦術ではおそらくないと思います。ただこれからもう一本ちょっと別の動画見ていただくんですけども、終わりの2本ですね、あと4本あるうちの最後2本はタウンホール11でこのディガホグかな、ディガーラッシュを見てもらいたいと思うんですけども、まあ、そういうね、外周部にヒーローが、安定してこう歩けるような配置見た場合にはぜひね使ってみてもらえたらななんていうふうに思っております。でですね、比較としてもう一個見てほしいのはこれですね、ディガホグにしてもクイヒーディガホグですね。これ何かっていうと、クイヒーで、こんな風に、この辺ですね、ガツンとこう削っていきます。削っていって、残ったルートにディガホグ、こいつらをですね、回していくっていう、まあ、そんな戦術なんですが、こういう場合っていうのはまたこれまた違いますよね。同じディガーを使う戦術であっても、ルートをしっかりと、アーチャークイーンと、ヒーラーの、まあ、このコンビ、クイヒーっていうやつですね。これで作っていくパターンになります。で、これも同じですね。壁の中にどんどん入っていって、無理やりルートを作っていくというパターンですね。で、ここ、外周にこれシングルインフェルノがあるので、さっきのような、外側歩かせるっていうパターンはちょっと通用しにくいかなと。で、こちら側はまあ割と歩けるかもしれないですね。こっち側は、アーチャークイーンが。アイスゴーレムでも1体いれば十分かな。でもこっち側歩けないので、さっきみたいにディガーホグをグワッて出しちゃうと、みんなね、腰の、予知方面で逸れちゃうかもしれないっていう、まあ、リスクがあるんで、こういう場合にはクイヒーですね。にしても、これもうまいな。何層壁開けた今。めっちゃくちゃ壁開けたな、これ。アーチャークイーン、ヒーラーがちょっとこれ、対抗に打たれちゃってますね。これはちょっと生き残るの厳しいかな。まあ、でもだいぶいい仕事しましたね。クローク発動して、最後このクロスボウを折ったあたりで仕事おしまいっていう感じになるのかな。うんですね。耐久砲まではちょっと折れそうにないですね。ただまあディガホグに関しては、ここまでしっかりとヒーローがね、アーチャークイーンが壊してくれたんで、このルートですね。このルート。をきっちりとこう、進んでいくと。面で進んでいけるわけですね。こんな風になってくると、だいぶですね、ディガホグのルートが安定するということなんですけども、まあ、なんだ、援軍がやっぱり、この戦術では結構怖いんですよね。なので、初見でやっぱやる場合っていうのは、自分はそのレジェンドでやるときなんかは、クエイクとライトニングか。クイヒーティーそうなった。クエイクとライトニングを使って、ね、クランジュをまず折ってしまって、援軍による事故っていうのをなくしてから、ババキンとアチャクヨ外周を歩かせて、で、中央からディガホグでガーンと攻めるっていうパターンをね、作ってよくやってます。うん、これは、割とね、使える場面が、タウンホール13でもあるので、おすすめですね。これ最後タウンホール残ったんですね。よくこれタウンホールまで行ったな。多分、ババキンがギリギリタウンホールを折ってくれたというところなのかな？おそらく。うおー、これはなかなか、厳しい展開だな。もうほんと怠慢ですね。殴り合い。やべえな、これ。ババキン強っ。ババキン強っ。うおぉ。爆破ダメージでも死なないと。最後残ったキングが、俺が王様だと言わんばかりに対空砲を叩きのめして全開と。なかなかパワフルだな、これ。まあ、多分、アジャクイでタウンホールは見てたんでしょうけどね。そこがちょっと折れなかったのが少し予想外だったのかな。というところですね。いやー、すごかった。最後のバトル熱かったですね。さあ、ではですね、今日の取材であるエアタックもう2本見ていきましょう。次はこちらですね。
同じくディガーラッシュで、今回は確かクランジョーをオールパターンかな、クエイクとライトニングロック でこれをやっちゃった方が実際には、初見でする場合には非常に安定します。なんでクランジョー周りにやっぱり、なんだクロスボウとかあとマルチインフェルノとかねあったりする場合にはなおさらこの戦術ってめちゃいいし、そうでなくても大砲とかあとは、まあ、アチャトーとかウィストーとか、まあ、そういう防衛が固まってても美味しいですね。別に、相手の強力な防衛施設がなくても、ルートを作りながらしっかりとそこの区画の防衛を壊せるっていう意味で結構いいので、これですよね。こうなってくると、さっき言ったルートなんですけど、ライトニングクエイクでこのルートが作っちゃうんですね。ここが割れているから、ドバッと出たディガーが、まあ、ざっくり言って、こんな風に歩いていくっていう、ここに向かってこう行くんですね。こういう風に。当然ここで少しこうばらけるんですけども、まあ、ばらけちゃっても最後はここら辺にこう行くみたいな、こんな感じ、こんな感じかな、こんな風に、進んでいくような感じになるんですね。うんうん。で上方面に関してはもうイーグル砲の外側あんまりここに防衛がないんで、まあ、テスラがあったりしたらちょっとまずいんですけども、まあ、それも中央部にあったということで、あとはもうそこで寄り道する心配もないですから、ディガーとフォグライターこいつらが、あとはまあこうちょっと多少割れるのかな、割れながらこういう風に進んでいって、最後は宇宙方面に執着するという感じですね。こんだけ広い面で当たっていっても、ほらやっぱりね、あのアシャクイとキングがこう生きてるんですよね。生きているとこいつらが延々とあの両サイドをカットしてくれるんで、ディガーたちが本当外にそれないんですよ。こういう風に数が、固まっている。で、前綾瀬さんかなんか言ってたかもしれないですけども、こういう小粒系のユニットだから、ディガーとかもホグライダーもそうなんですけども、バルーンもそうかな、あのグランドオーネのエナジーサークル、このエナジーサークルでいいんでしたっけ、ちょっと名前バード忘れちゃったな。要はそのHP 向上効果っていうのがもう非常に受けやすいんですね。ペッカ1体だと、ペッカの体力が500ぐらい上がるだけじゃないですか。でも、ペッカと同じ、コスト枠のホグライダー5体だったら、それぞれの体力が500ぐらい上がるんで、2500上がるっていう計算になるんですよね。なんで、より小粒のユニットを入れた方が、体力の向上効果っていうのが多く効くので、とてもですね、効率的には、グランドオーデンの、仕事の効率的にはすごくいいということもあって、思いのほかこれが伸びるんですよね。さて、ではラストいきましょうか。これもね、ディガーラッシュですね。やっぱホグライダー入れないのかな。僕ホグライダー入れる方がどっちかというと好きなんですけどね。でやっぱり同じですね。これクランジョを先に、天才で壊しておいてからの、ディガーラッシュですね。やっぱこれやっておかないと、特に初見で何が入ってるか分かんない場合っていうのは非常に怖いですね。ドラゴンとかがいた場合にはもうそれでゲームオーバーになりかねないので、いうとこですね。あとはネクロマンサーとかいたら嫌かな。スケルトンガンガン出してこられちゃうとディガーがそこで止まっちゃうんで、おそらくそういう援軍でないような場合には、まあ、秘書権で、分かってる場合には、クランジョを壊さないって言ってたらもうありかもしれないですけどね、まあ、ポイズン使っちゃうとか言ってもあんのかもしれないけども、初見でやる場合にはおそらくクランジョを壊すのはマストかなと思います。アイズゴーレムに、これ先導されてアーチャークイーンが入ってきますね。このアーチャークイーン結構仕事します。中盤以降もぜひ、ご活目ください、ご活目くださいっていうか、ご覧ください、活目してご覧くださいみたいなね、こんな別に大げさな話じゃないよね。で、これグランドウォーデンが中心部に入っていく、ディガーたちにこうついていって体力を上げてくれながら、アーチャークイーンとババヤキング外側カットしますね。このババキンいいとこ入りましたね。これこいつが中に入ってくれたおかげで、もう、この辺のルートがこう決まってますよね。もう面でガンガン押していきますね。これあとはもうヒールを焚きながら、トームを残してますが、個人的にはね、タウンホール13の場合は特になのかな、初手トームおすすめです。今トーム使いましたけども、これ結構いっぱいディガホグがトームの中に入ってますよね。なんでいいんですが、中盤に向かうにつれてだんだんディガーたちがばらけやすいんですよ、この戦術って。なんで、序盤ヒールを焚くぐらいだったら、ユニットがこうばらける前にトームをかけちゃって、なるべく効率よくそのトームの時間っていうのを多数のユニットに使えるような、プランで組んだ方が、いいかなっていう感じがしますね。なんで、サンホール13で自分がこれやる場合には結構なんつうの、火力が高い方から、攻めていって、初手トームがなるべく効率的になるように、攻めたりしますね。まあ、この辺はライドララッシュやるときと同じかな。
うどん屋さんがあのライドラの、参考の動画たくさん出してくれてましたけども、その中でもおっしゃってましたかね、あの初手トームをやるので、なるべく火力の高い方から一気に攻めていく、アーチャークイーンがいる場合なんかはアーチャークイーンがいる方から攻めていくとかね言ってましたが、まさにそんな感じですね。あのトームは なるべく火力の高いところで使いたいので、初手で火力の高いところを狙っていくという感じ。これも渋い。おー、グランドウォーデン、もう男と男の一騎打ちですね。いやー、際どいナイサラ、ナイサラですね。はい、というところでですね、本日はディガフォグラッシュ、あのご覧いただきました。ちょっとまとめますとですね、アーチャークイーン、ババリアンキングで、村の両サイドそれぞれ分かれて、歩かせていくんですけども、その時に、簡単にやられないように、両サイドの壁の、村の両サイド、今回で言えばまあ、こっちとこっちですかね、こことここの、まあ、火力が比較的、まあ、低めであることが条件です。これがハマると結構この戦術使います。まあ強いてもう一個言うんであれば、壁がこういう風に長方形に見える場合っていうのはなおいいですね。この場合にはなお、この丸で書いたこの部分とここをヒーロークイーンで削りやすいので、ディガホグがこうなんていうの、ばらけずになるべく狭い範囲をこう、走っていけて、で、グランドボデンの効果だったり、あとはヒールの効果範囲に入りやすくなるという、利点があるので、そんな村と出会ったらですね、ぜひ使ってほしいなと思います。で、初見でやる場合には、基本的にはライトニングクエイクで、クランジを折っちゃうというのがね、とても効果的なので、ぜひぜひそこは、忘れずにやってもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画この辺りで失礼させていただきます。よろしければですね、ぜひチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。で、私のチャンネルですね、タウンホール11、12、それから13の動画、この3つのタウンホール帯に分けて、それぞれ、分けてというか、まあ、それぞれのね、タウンホール帯を、お届けしてまいりますので、ぜひこれからもですね、またご視聴いただけたら大変嬉しいなというふうに思っております。というところで、本日の動画これで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。